こんにちは、元サイクル大学の元です。このチャンネルでは元教習指導員という経験から得たバイクの楽しみ方や安全運転についてのちょっと役立つワンポイントアドバイスを毎週10分程度でお伝えさせていただいております。今回はこちら、簡単にニュートラルに入れるコツをお伝えします。よろしければお付き合いください。私は教習指導員を20年間していましたが、バイクの教習をしていた時にですね、教習生の方がニュートラルに入れることがなかなかできなくてですね、苦労しているという姿を本当によく見てきました。一番ですね、私が記憶に残っていて、もう本当にかわいそうだなって思ったのはですね、卒業検定の時です。全部コースを走り終わって、最後発着点ですね、そこに、バイクを止めて、であとはエンジンを切ってですね、降りれば卒検終了っていう場面で、発着点に止めてですね、ニュートラルに入れようとしていたんですけど、なかなかニュートラルに入らず、ローギアからニュートラルを飛び越してセカンド、セカンドからニュートラルを飛び越してローと何度も何度もやっているうちにですね、バランスを崩して転倒してしまった方、その光景をね、見たことがあります。私が担当していた方だったんですけど、本当にかける言葉もなかったです。バイク教習をしていてですね、教習生の方がなかなかニュートラルに入れることができなくてね、困っている姿をたくさん見てきました。それとですね、どうやったらニュートラルに簡単に入れることができるんですかっていう質問もたくさん受けてきました。もう私はその詳しいね、バイクの構造を、完全にね、理解をしていないんですけど、もうこれだけは本当に言えます。簡単にニュートラルに入れるコツ、バイクが止まっている時はまずエンジンを切りましょう。エンジンを切って電源を入れてニュートラルを出すというね、操作をしてみてください。ほぼ一発でニュートラルランプがピコーンとつきますので、それまで苦労していた方は絶対感動します。バイクのエンジンを切ればですね、ニュートラルに入りやすいのですが、じゃあ実際、道路を走行していてですね、信号待ちでニュートラルに入れるときに毎回エンジンを切ってですね、ニュートラルに入れることをするのかっていうと、これはね、バイクのバッテリーにも負担がかかるので、私はそれはもうお勧めしません。実際私もやっていないです。じゃあ実際道路上で簡単にニュートラルに入れるためにどうするのっていうことになるんですけど、バイクが止まる直前です。信号待ち、前の車に続いて止まるといったそのシーンでですね、バイクが止まる直前にニュートラルに入れてあげるっていうところがポイントになります。私の経験からですね、100台以上の教習車、もう本当にね、個体差いろいろあったんですけど、乗ってきた中でバイクがね、少しでも動いていたらニュートラルに入りやすいという特性があるっていうことを実際に経験してね、分かりました。
もうこれははっきり言えます。そんだけたくさん乗ってきたので、バイクが少しでも動いていたらニュートラルに入りやすいです。バイクの運転がまだ不慣れで、どうしても止まる直前にニュートラルにすることっていうのはなかなか難しいですって言われる方は、最初はですね、速度はまあやっぱり25キロ以下になったところでですね、早めにニュートラルに入れるようにしましょう。そうしたらですね、右足のブレーキ操作にも集中することがねできると思います。で、慣れてきたらですね、だんだん止まる直前にニュートラルに入れるっていうふうにですね、調整をしていただいたらいいのではないかなと思います。もう本当に速度がね40キロ以上でニュートラルとかっていうのは本当危ないので、やっぱり速度はね25キロ以下ね、まあ、これは意識をねしていただいた方が絶対いいと思います。変な癖がつくと、やっぱり癖を取るのが大変なのでご注意ください。それからですね、実際にそのニュートラルに入れる時なんですけど、やり方って2つあると思うんですね。ローギアからニュートラルに入れる、でセカンドからニュートラルに入れる、でこれまあどちらでもまあ入ればいいんですけど、私がですねその指導していた時の経験からまあ言いますと、どうしてもローギアからねニュートラルに入れる時、この上げる時のねこの力加減っていうのが難しいって思っている方が多かったと思います。でこれってこの入っているそのシューズですよね、靴によっても変わってくると思うんですね。まあ、何を言ってるかというと、その靴の厚みによっても、その調整の仕方っていうのが変わるんですね。だからですね、私はおすすめなのはセカンドからニュートラルに入れるっていうのが入れやすいかなって思ってます。まあ、実際私も入れる時っていうのはまあセカンドからニュートラルに入れるようにしています。もう本当ね操作がですね、やりやすいっていうかちょっと抽象的なんですけどセカンドからニュートラルにするときってちょっとね左足の親指の付け根ぐらいでちょっとこうねシフトペダルを触ると入ってくれるんですね。ところがまあローギアからニュートラルに入れるときっていうのはちょうどこう親指の付け根ぐらいのところで、ね、シフトをこうかき上げる感じになるんですけど、やっぱりねそこのね力調節の方が私は難しいと思っています。まあ、実際教習生の方も見ていたらやっぱりローからニュートラルに入れるよりかはセカンドからニュートラルに入れる方が楽にされている方がいましたので、まあ、これに関してはもう本当に自分がやりやすい方でいいと思うんですけど、参考にねしていただけたらいいのかなと思います。今回は簡単にニュートラルに入れることができるコツについてお伝えさせていただきました。こうやってバイクがね停車しているときはエンジンを切って操作することで簡単にニュートラルになります。あとバイクが動いているとニュートラルに入りやすい特性があるっていうことを、私が100台以上ですね教習車に乗ってきた中で感じました。今回、まあ、私のね経験からお伝えさせていただいたこの2つのねコツを参考にねしていただければ嬉しいです。モトサイクル大学ではこのような形でバイク情報をいろいろ発信しています。モトサイクル大学への入学はとても簡単で、チャンネル登録をしていただきますとどなたでもご入学できます。皆様のご入学お待ちしております。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。